レムには15の筋肉を動かすだけでいい。でも陰気な顔をするには73の筋肉を動かさなければならない。これを実行すればみんなが幸せになる。どんな人も。何もしない人ほど疑い深い。迷わず飛び込んだらいい。今日をきっかけに人生が逆転することもある。解決できない問題
はワイドピッチです。ワンアウト二塁三塁となりました。ここで東海大学校セカンドショート前に来ました。セカンド大川原、ショート福田前に来ました。ボールカウントは3ボールのストライクです。7番のレフト中田の小松さんが返ってきました。ちょっとレフトを感じやすい、そういったバッティングしてますよね。4対0とリード、ワンアウトランナー1塁で4回目の5目です。8番の中田バックの構えです。関東1塁の前に1塁へ転生中です。4点リードしての4回でどう考えてくるか。大脇監督バットの構えを、バットの構えを知る、もう一つ先制球です。先ほどチーム初ヒットとなる素晴らしいヒット、セカンドの左横を抜けていく、早いゴールで破っていくセンターのヒットでした。第1球を投げました。バットで行きました。上手のバットだった。
この回来てくれ、ね、この回来てくれ、そういう思いでのね、あのハードずっと購入だったのね、しっかり自分の持ち味は低めに切れのあるボールを投げ続けることだと話しています。左バッターにはスライダー、右バッターにはチェンジアップが持ち味です。ワンアウトランナー一塁二塁、重要なところでマウンドに上がりました安藤。2番の大川原、左バッターにバッターにします。1球目投げました、スライダーで入って外角高め、コール、ワンボールノーストライクです。独特な右手、グラブをつけた右手の使い方をします。グラブの手の方をあまり前に出すのではなくて、右肘をかなり中の方に上げて、そこから左のオーバーハンド振り下ろしてきます。1球目初めて打ちました。1球を投げました、連続バントの構え、右手コール、2ボールノーストライクです。ファーストの小林がバントを警戒して前に出てきています。1対0、3回の表、南北海道の東海大4校が1点を先制して、なおもバンナーブランナー1塁2塁のチャンスがついています。打順は上位打線、2番のセカンド大川原、左バッターのプレーバックと向かっています。安藤第3球を投げました、打っていた、ファール、3塁線と左です。先ほどの上位打線の1球を投げました、初球しました、打ち上げました、レフトでそれです。また守ってレフトに下がっている、3塁ランナーレフトに進んでいる、レフトが今取りました、タイヤのスタート、ボールは中継に返ってきて、ホームには投げながら、今ホームイン、キャプテンでの入りました。一気の攻撃、東海大4校湧き上がる三塁側、アルプス初球から打っていきました。そのまま高めのボールを振ってしまうところもあったんですけれども、結局は変わらないですね。すみません、ノッチャンですよね。ツーアウト1塁と変わっています。4番のレフト大河内、右バッターボックスです。安藤1球目の前に1塁へ限定球です。ランナーがったら戻っています。第2裏に九州国際大学のワンアウト満塁のチャンスがあったんですが、西村の中心によく強いが東海大4校に入れるです。医療現場では危機的な状況が続いているとおっしゃいました。さらに医療従事たちに喜ばれるだろうと述べて、国際的な信用調査を行いました。東海大甲府はこの回からサードのポジションに下地が決まっていって、第